このままでコロナウイルスの問題は解決するのでしょうかというご質問です。で、具体的にはですね、新型コロナ感染問題はまだまだ収まる気配がありません。感染者数は幾分減ったように見えますが、病院スタッフの勤務状況はまだ通常には程遠いようです。自宅療養者の方で亡くなる人もあるようです。飲食店や観光関係の施設、宿泊施設なども大変な打撃のようです。先が見えない中、3回目のワクチン接種という話を最近聞きました。それでこの問題が解決するのでしょうかと疑問に思います。皆無とは言いませんが不安が残ります。代表はどう思われますか。周りの中には接種しないことを選択した方もいます。まあ、ワクチンの、ね、3回目の接種、これでブースター効果というのがあるのは分かるんですが、この問題は非常に複雑ですが、いくつかの原則、これはあると思います。その原則というのはやっぱり自然免疫を強めておくこと、そして、ウイルスに接触しないようにそのしっかりと用心することですね。自然免疫というのはそのウイルスが来てもそれを撃退できる、軽症にとどめる力ですね。で、ウイルスに接触しないっていうのは皆さんがやられてる3密回避とかマスクとか、それから手洗いうがいといったものです。こうした基本的な努力っていうのはですね、これからもこう続けていく必要があるかなと思っています。特に自然免疫を強めていくっていうのは、まあ、一番重要かなとも思います。で、それはなぜかというとですね、例えば最近はそのブレイクスルー感染というのがあるんです。それは2回接種を受けたと、しかし感染してしまったと。しかし今のところですね、ワクチン接種を受けた人が感染しても重症化はしないということで、やっぱりワクチンは有効だということになっています。しかしこれだけでは問題はないわけです。ワクチンを体の中にその抗体を持っている人が感染するとですね、これが続いていくと、そのうちウイルスがワクチンを乗り越えてしまう、ワクチン耐性のウイルス、つまり変異株ができてしまうんですね。それができてしまうとワクチンが無効になってしまうんです。そうすると2回接種を受けた、だんだん時間が経って効果が落ちてきた、3回目を受けるブースター効果を出す、それからしばらくしたらまた4回目を打つとかやってもですね、そのワクチン自体が効果がなくなってしまうので、で、新しくできたワクチン耐性のウイルスに対する新たなワクチンを作っていかなくちゃいけないということになります。こういう問題があるんです。もう少し基本的なところから整理すると、今のところはワクチン耐性変異株ってのはできてません。そのデルタ株とかラムダ株とかいうのはその前の株に対してですね、株と比較するとワクチンが効かないとかそういう話はありますが、まあ依然として、ワクチンはその重症化や死亡率を下げるっていう意味で有効だということですね。しかしワクチンを打ったら完全に感染しないわけではないので、そしてデルタ株、ラムダ株と変異株になるとその感染の度合いも深まってくるので、ワクチンを打った人の感染の度合いですね。そうするとその中でワクチンを完全に無効にしてしまうワクチン耐性の変異株っていうのが出てきてしまう可能性があると。その変異株 X が出てくる、そうするとワクチンを作り直さないといけないということです。今現在すでにですね、その最初のタイプではなくて変異型変異株デルタ株とかいったものに対して、それに最も有効なワクチンをモデルナやファイザーは作り始めています。しかしその努力をさらに上回ってしまって、そのワクチンが本当に無効な変異株ができてしまうと、また
根本的にワクチンを作り直さなきゃいけないということが出てくるわけです。ですからワクチンを打ったからといって安心して、でその感染回避の努力をしないと、そういう人が多ければ多いほどそのワクチン耐性株が出てきてしまって、でまた新たなワクチンを作んなきゃいけなくて、ずっとそのウイルスが変化し、そしてワクチンを改めっていう、いわゆる軍拡競争みたいなですね、再現のない争いになってしまうんです。これがウイルスとか細菌というものの恐ろしさです。つまりウイルスとか細菌というのは人間と似てるんです。つまり進化できるということです。変化できるということです。人間以外の動物、これは10万年前20万年前から存在してても人間のようには変化してませんよね。進化してません。ただウイルスはですね、人間と同じように素早く変化する性質を持っています。ですから人間とウイルスの戦争は、だいたい勝率はウイルスの方が高いです。ウイルスに、勝ったケースは、つまりウイルスを根絶できたことはですね、天然痘のウイルス以外ありません。コロナも新型コロナって言われるように、今までたくさんのコロナウイルスがあるわけです。7つも8つもある、でどんどん変化していっているわけです。変化すると、つまり人間に対する攻撃力が高まってくる。それに対して人間はワクチンを開発して防御力を高める。あっちも変わる、こっちも変わるってですね。今問題になってアメリカと中国の軍拡競争のように、そのアメリカが兵器を改善すれば中国も改善する、米ソ冷戦の時のようにどん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 行ってしまうわけです。ですからワクチンを打ったということで用心せずにですね、感染してしまうっていうのは、それは得策ではないと思います。そしてワクチンとはですね、それは自然免疫と違うところ、これがあって、それはワクチンは、そのワクチンが作られた目的のウイルスに対してしか防御、これが働かないんです。しかしその防御能力が非常に高いんです。自然免疫っていうのは人間が自然に持っている体内の免疫機構で、どんなウイルスにも細菌にも機能します。ただその自然免疫というのはどんなものにも機能する万能型なんですが、ある特定のウイルスに対する防御能力は、そのウイルスに特化したワクチンによってできる抗体、これが上回っています、ね、だから何て言うんですかね、自然免疫というのはどんな敵にも対応できるけれども、その攻撃力はそれを強くないと。一方ワクチンによってできるその抗体、これ獲得免疫と言いますか、獲得免疫はそのある特定の敵に対しては非常に有効だが、他の敵には無力であるみたいなところなんです。だから仮にこの自然免疫が強いならばですね、ウイルスが変化していっても大丈夫だし、ワクチンに耐性の特別なウイルスができても大丈夫っていうことなんですね。だからそうやってみると、自然免疫を一歩一歩高めていく、そしてそれを落とさないようにすること、これは非常に重要なんじゃないかなと思います。でウイルスとの戦いにその干渉はないと、結局は共存していかなきゃいけないという視点、これは出てくるんですね。インフルエンザはですね、100年前にスペイン風邪という形で非常に多くの犠牲者が出ました。5000万人死亡したと、5億人感染してというデータもあるぐらいです。現在新型コロナではまだそんなに感染してないし、確認された数では、ね、判明した数ではそんなに死亡してないですよね、数百万人で。そのインフルエンザ、ごめんなさい、スペイン風邪っていうのはインフルエンザ A 型だったんですけど、それから100年経ってインフルエンザ A 型だけじゃなくて B 型といろんなタイプがあるじゃないですか。でそれに対してどういうワクチンを高齢者を中心に打ってきたかというと、それは複数のインフルエンザのタイプに対する複数のワクチンをセットとして、ワクチンセットを打ってきた。日本は年間
大体1万人ほどですね、インフルエンザおよびインフルエンザ関連の死者を出してきました。これは毎年毎年。アメリカもは人口もっと多いからもう少し多くて、2016年17年シーズンは6万人7万人インフルエンザで死亡しました。最近というかここ 1,2 年は新型コロナに縄張りを奪われた結果か、ウイルス同士の干渉っていうのが起こるっていうんですね。お互いにお互いに干渉してしまう。その結果インフルエンザが激減しました。その代わりに新型コロナへの死亡者が去年3月からだいたい1万7千人ぐらいですか、そのぐらいいるんですね。でここで言いたいのは、インフルエンザと同じようにそのうち新型コロナがなっていく可能性、これはあるだろうと思うわけです。インフルエンザも新しいものがその続々とできようとするし、だから新型インフルエンザ、新型インフルの問題っていうのはすごい恐れられてるじゃないですか。豚インフルとか鳥インフルとか言って、つまり今までにないインフルエンザ A 型でも B 型でもない非常に強い感染力と、そして殺傷力、これを持ったようなインフルエンザが出ることを恐れてる。しかしまあ、これまではそんなにひどいパンデミックはインフルエンザでは起こんなかったと。そして今のところインフルエンザに関しては毎年1万人ぐらい関連死も含めて死んでるけど、一応のワクチンがあって、で一応の特効薬があると。だけど1万人ぐらい死んでるっていうことですね。だからある意味では今までもですね、感染症で多くの人が犠牲になったわけです。そしてインフルエンザ中心の感染症が、2020年から新型コロナ中心にちょっと変わってきたと。でワクチンも開発されてるし、変異型に対するワクチンも開発されてるし、ワクチンも増えていくと思います。そして今特効薬ですね、かかった後にその重症化を防ぐやつ、これは抗体カクテルってやつですね、それをその外来でも往診でもできるようにしてるし、そして次に特効薬の経口薬分、経口薬版、これができようとしてます。モデルナ、ファイザー、塩野義とかがそのやってます。今年末から来年にかけてはインフルエンザの特効薬タミフルのように、感染した後に飲んだら重症化しないような特効薬が出てくるかもしれません。特効薬が出てくると若者はワクチンいらないんじゃないかなと、かかったら飲めばいいんでしょう、ワクチンは老人だけにしたらいいんじゃないかという、インフルエンザと同じ体制。インフルエンザは毎年3000万人分高齢者用に作ります。若者用には作りません。年間に1回打ちます。冬のシーズンですね。若者は感染したっていうことになると、お医者さん行くとどんなお医者さんでパッとインフルエンザかどうか分かるんですね。すごく早い判明キットがある。そしてそこで特効薬をもらう。それで5日6日辛抱していると治ってしまう。こういうようになる可能性はある。でもこういうようになる、インフルエンザみたいになる可能性はあると思うんです。2、3年経てば。でもそういうふうになれば、つまりそのワクチンもいいワクチンができて、そのワクチンセットみたいなのができて、初期の方にもデルタ株にもいろいろ対応できて、そして特効薬もいいのができて、飲むだけが済んで、インフルエンザみたいになる可能性もある。それでもインフルエンザの場合1万人死んでたし、新型インフルの恐怖、これはあった。そんなような感じがずっと続く可能性、これはあると思います。だからインフルエンザで死なないためにも、そして新型コロナで死なないためにも、やっぱり自然免疫とか、そして感染予防努力っていうのは重要だと思います。で一番重要なのはやっぱ自然免疫だと思います。なぜかというと、感染予防努力で菌に接しないようにしてるとね、菌に接してこそ、でちょっと感染してこそ、それによって自然免疫、獲得免疫が鍛えられるというところがあるんですよね。だからあんまり純粋培養だと良くないんじゃないかという説はあるが、まあ、しかしそれはちょっとさておいて、自然免疫と感染予防努力、これをしっかりやる、これが基本で、科学の進歩によって現在その新型コロナが全く被害を出さない状態
これがどっかで実現するというよりは、インフルエンザのように毎年一定の死亡者が出る、そういう状態になっても、ワクチンを頻繁に打たなくていい、特効薬ある、かかったらそれが飲めばいい、そういう状態でも高齢者を中心に毎年1万人ぐらい死ぬ、でも病院は全てそういった薬ができたから、どんな病院でも新型コロナと治療できる、医療逼迫は起こらない、なると多分社会はインフルエンザと同じように新型コロナを忘れていくと思います。忘れていくかもしれないけど、今度は忘れないかもしれない。新型インフルのインフルエンザに関しては1万人死亡してたことを意識しないで忘れられました。しかし新型コロナができてきたことで、多くの人がインフルエンザでも死んでたんだなということに気づいてしまう。で、若者だって時々インフルエンザで死ぬのかもしれない、可能性は低いけど、で、冬だけなのかもしれない、インフルエンザが広がるのは。しかし新型コロナはどうなのかと。新型コロナを経験した日本人っていうのは、やっぱりそれがインフルエンザだろうと、ワクチンや特効薬ができた後の新型コロナであろうと、年間1万人ぐらい犠牲者が出たら、それを忘れるってことをできないかもしれない。もうマスコミはその他は取り上げないかもしれないし、いや取り上げ続けるかもしれない、現代の科学でできるのは、そのぐらいのある一定のレベルに新型コロナやインフルエンザの犠牲者を減らすことであって、完璧に抑え込むことじゃないかもしれない。そしたらこの新型コロナをきっかけに、人々はより自然免疫や感染予防努力に関心を持つようになるかもしれない。コロナの前にインフルエンザを大きな問題にせずに、不安にせずに過ごせていたが、それは新型コロナで終わりになるかもしれない。コロナに変わって、コロナが収まったらまたインフルエンザが出てくるかどうかは分かりません。しかしそうであろうとなかろうと、感染症ってものに対しても皆さんもっと敏感になり、自然免疫とか、それから感染予防努力ということが重要な時代になるのかもしれない。コロナをきっかけに日本人の感染症に関する意識がですね、変わっていくかもしれない。そして、一番恐れるべきはですね、その新型コロナに対する対応がある程度収まって、根絶はできないけれどもある程度収まっているその中で、今度は新型インフルが懸念されている。つまり、新型インフルというか、インフルエンザっていうのはコロナにものすごく感染力が高いんですよね。でもコロナに比べてインフルエンザは今のところはですよ、そんなにその危険性は高くないし、ワクチンもあるし、その特効薬もある。でも特別なその変異をした新型インフルが出てきたら、再びパンデミックになるかもしれないと、そういう警戒感はその国民は持つかもしれない。つまり新型コロナの前の感染症に対する国民の意識とはにはもう戻れないかもしれない。新型コロナがある程度落ち着いても、落ち着いた状態も気になるし、さらに新型インフルが出てくることにも気になるかもしれない。感染症に関する新たな時代になるかもしれない、まあ、そういうふうに思います。今後の見通しとしたらそういうことなんだと思うんですね。そういった意味で国民の健康意識っていうのが高まっていくんじゃないかな、そして新型コロナ前には戻らないんじゃないかなというふうには思うんです。だから我々はいつになったらこれはなくなるんでしょうか、元に戻るんでしょうかというよりも、今回をきっかけに新型コロナ前よりも自分たちの健康意識を高めて、自然免疫、感染予防努力、これをしていくことを新たな日常、新たな常識としていかなければならない時代になっていくのかなと思う。で、それは心身の健康のためにはむしろいいことでしょう。日頃の食事、運動、睡眠やその他、そういった生活習慣を改善して自然免疫を強くしていくんだったら、まあ、そんな風に自分は思う。